いわゆる10連休、そうです、大型連休、あの天皇陛下が、そうです、退位なされて、新しい天皇陛下が即位なされて、うん、間のお休みが埋まって、うん、10連休になるのは、はい、なんて呼ぶんですか、あれ、え、いわゆる10連休ゴールデンウィークでしょ、あれは。まあいいや、まあいいや、とにかく、はい、あの10連休ありますよねという話ですよね、はい、4月の末から、正確にはいつからです、正確には4月の27からですね、6日までですね、5月6日まで、はい、それが10連休ですね、はい、その間、当社グループは全員お休みです、はい、当然だからあのスイーツサイエンスの出荷もありませんので、うん、皆さんよろしくお願いしますって何て言うんですかちょっと分からなくなっちゃった、そう、うん、そう去年の後半ぐらいから祝日出荷ね、うん、ちょっとテスト的にやめてみてるんですよね。で、年末年始もお休みそれなりに長くとって、で、今回も10連休全部出荷もお休みにして、お休み、全部お休みにしよう、はい、うん、胃が痛い、いやまあまあまあ、なので趣味でやってる方とかね、そうです ね、お客様にはね、ちょっと不便を強いるかなっていうのがすごく心配なんですよ、うん、特にお休み中に あれが欲しかったと思っても、いやウェブには載ってるけど買えねえじゃんっていうのがね、ちょっと辛い状況ではあるんですけれども、うん、そこをちょっとグッとこらえてお休みをさせていただきたいなと思っている次第です、はいはい、なのできっとスイッチサイエンスの安井がですね、安井って言ってもわからないね、時々この動画ので声が出てくる安井がはい、前後にね何かあれやらないと思う、やるのそう、何か ね、 そうね、事前に皆さん買ってくださいねっていうことで何かやろうと思ってるんで、ただ、いずれにしても現時点で確実なのは、うん、とにかくその10連休の間は、1個も出荷がないので、皆さん必要なものがあればその前にお買い求めくださるか、あるいはその休み中にご注文いただいたものは休み明けに出荷されるんですけれども、その休み明けの出荷がどうしても数が、溜まっていて、ちょっと出荷が遅れる可能性がありますので、うん、そこはご容赦くださいというその2点のお願いです、はい、はい、でした。それととにかくあの事前にたくさん買ってねとお願いします、はいはいはい、あのそうしないと僕らの売り上げがちょっと心配になってきて胃が痛くなるのでまあ、はいはい、というところですね、はい、じゃあゴールデン、いわゆる10連休のお知らせでした。じゃあ皆様よろしくお願いします。なんでそこで暗くなってるわけですちょっと先のだってあれですよ、その10連休の途中でメーカーフェア京都があるんですよ、スイッチサイエンスがね、うん、そこでは販売しますよ、そこでは、そうそう、その会場では販売しますよ、一応ね、どうしても必要だったら京都もできてくれる京都じゃないけどまあ京都です、京都ね、はい、京都の京都からちょっと鈍行だと1時間ぐらいかなっていう感じですけど、はい、ちょっとね、京阪道でした、京阪道です、京阪道に来ていただければ買えますよと、はい、だから近隣の方はぜひどうぞ、分からないんだけど、だけど基本的にはあの売ってませんと、はい、うん、からうちのものかあの仕入れて売ってくださってる販売店さんはどうなのかね、皆さん状況聞いてる？分からない、お店の営業日ってことですね、うん、そうそう、戦国さん、戦国伝承さんとかちょっと調べてないですね、うん、だ強力、あの大阪も、ね、関西だったら強力さんだとか、そうさんとかね、うん、ちょっと分からないですけれども、まあそういったところももしかしたらお休みかもしれないし、うん、まあ、ちょっと とかく連休中に何かやろうかなと、うん、長いですからね、その長い時間を使って何か作ってみようかななんて思ってらっしゃる方はなるべく早めに計画立てて、お買い物していただきたいなと、これはうちだけじゃなくてね、うん、はい、そんな話です、はい、まあ、あとはもういざとなったらアマゾンで買ってくれと強気いや分かんない、いやうちの商品だけじゃ なくてねまあそうですね、まあまあ、最後の砦がアマゾンがあるんじゃねえかと、うん、そうですね、はい、はい、
というところですね。はい、はい、ありがとうございます。というわけで今日はここまで、はい、にしましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、手振るんですか。はい、そう、毎回振ってますよ。わかりました、私は、はい